さて、ついにこの時が来ましたね。イデアバースデー召喚。はい、どうもトロです。もう今ね、すごい緊張してる普段ね、ガチャ動画撮らないんだけど、推しのイデア氏の誕生日が明日ということで、今日からね、このバースデー召喚始まりまして、イデア氏のおめかしバースデーは死んでも引かなきゃいけないなと思ってこのイラストがさ、もうプレステのコントローラーなんだよねはい、そんな感じで、じゃあ引いていきましょうか。鍵がね、一応4つあるから40連プラス、まあ普通の石で30、70連かな?とりあえず70連はできるので、それダメだったら課金してきます。あんまね、欲を出しちゃいけないんだよね、こういうのは。まあいつも言ってるけど、いつも言ってるけど欲を出しちゃいけない。絶対来ない、絶対来ない。絶対来ない、絶対来る。うわぁ、幸先よくねえな。あ、でも羽2枚だ。羽2枚。頼むよ、闇の鏡。好きやで。アーシェンクロッド、チェーンハイト、チェーンハイト、リーチ、スペード、トラップラ、歯磨き、ダイヤモンド、カーリム。いや、ボロボロやな。じゃあ、猛獣連行きましょうか。今度はじゃあ、欲を出すわ。イデア好き。もうイデア好き。来て。あ、おいだよ、あおれよ。来た来た、に祝われるとか、引きこもりの拙者には闇イベントですぞ。闇イベントかわいいな。イデア来てくれた。30連?今20連か。20連だ。イデア、みんな、欲を出した方がいいぞ。欲を出した方がいいぞ、ガチャ。あ、ケーキ、ケーキ、ケーキある。かわいいな。主役の僕がこんなに乗り気じゃないんだよ。今日のパーティーは中止ってことで。はい、解散。イデアらしいけど、でもちゃんとその服着てくれたんだね。ね、清掃してくれたんだ。ハッピーバースデーで後ろに書いたよね。え、あれ誰が用意したんだろう誰が打ち込んだんだろう、この後ろのハッピーバースデーね。いや、いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、イデアさん。ありがとうございます。